ごめん。ジェンキム、おはよう。ドアップからのスタートでーす。ジェンキム、ジェンキム。ポンちゃん、あれ、ポンちゃん、向こう行っちゃった。ポンちゃんね、パパに行っちゃった。はい、ジェンくん。ジェンくん、かわいいなぁ。ジェンくんのお手で舐めてるところがさ。はい、眠い。ポンちゃん、昨日もらったソファー型の爪研ぎ、うん、気に入ったのね。気に入りましたね。気に入ってもらってよかったよ、ポンちゃん。ピントが、ピントが合いませんけどね。頑張れ頑張れ、カメラ頑張れ。はい、爪研ぎしてくれるの？もう爪研ぎ放題だからね。よかったよ、パンちゃん。はいはいはい、パンちゃん、はいはいはい、パンちゃん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 、かわいいね、パンちゃん。今日は誕生日だね、パンちゃん。おめでとうね、パンちゃん。さ、ポンちゃんの誕生日スタートでーす。よし。あ、しりしり。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。ちょうど金曜日なので、お昼は、クロケンおじさん勝手に歌うのチャンネルの方、それから、夕方ぐらいからですね、1時間ほど、ポンちゃん誕生日記念生配信。やるのね。夜の部。やろうと思ってます。6時にするか7時にするかは今考え中です。よかったね、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。ん？出した。ジェン君は撫でてほしいね。はい、ポンちゃん、今日6歳のお誕生日です。伸びるエビ天、これ昔一世風靡しました、うちではね。これみんな大好きでね。そしてこれはなんだろう、これ、あ、鳥居かな、に紐がついてですね。紐はジャン君大好きです。あ、これね、これ紐だけでできてるやつね。さあ、あとで孫いママさんと一緒にみんなで遊ぼうぜ。はい、ジャン君。今日はですね、ポンちゃんのお誕生日に、夜の部という生配信をやりました。昼間は、クロケンおじさん勝手に歌うという生配信やったんですが、夜にみんなでお祝いしようということでやらせていただきました。たくさんの人集まっていただきありがとうございます。そしてジャン君とポンちゃんも気を利かせてですね、仲良さそうにベッドで2人でね、ちょっと抱き合って寝てるみたいな感じになって、みんなも喜んでましたよ。よかったね。ちょっと眠くなっちゃった。今日はなんか少しエネルギーを使ったね。
ジャン君はこっちか。これやる？これやろうか。あ、おいで。あ、ジャン君おいで。ブラシやるよ。はい。伸びた。伸びた、伸びた。はい。だんだん遠くなって、よいしょ、はい、ポンちゃんは、ポンちゃん、ジャン君食べ過ぎは注意してくださいね。一応それポンちゃんお誕生日おめでとうって置いてあったんだけど、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんおいで、
ちょっとこびりついちゃったかな。よく食べるね、ちゃんくん。ちそうさまかな。はい、まあ、今まで思惑通りです。ポンちゃん、ふみふみ、気持ちいい？よかったね。